だよ。小悪魔たなびく念に、そう、それはあてのない旅をするように、漆黒の調べ、お中元、おスルボに。では次はスケキヨの皆さんです。今回スケキヨさん初登場ということでよろしくお願いいたします。それではお時間迫ってきておりますのでスタンバイをお願いいたします。お願いいたします。そういえば今回なんかお知り合いのクールボーイのガラスケさんいらっしゃってますけどね。はい。なんでもスケキヨさんライブでお客さんには一切声を出していけないとかで。にゃ。活動当時から、ね、そういうスタイルが定着してますので、あ、すごく緊張感を持ちつつ心地よくやらせていただいております。そうですね。ありがとうございます。それではスタンバイをお願いいたします。スケキヨの皆さんは音に対してとてもマニアックなこだわりがあるそうで、カセットテープはメタルしか認めないそうです。すごいですね。ちなみにボーカル京さんの好きな女子プロレスラーはブル中野選手だそうです。そんなスケキヨがお送りいたします、キャンディス。泣き崩れる姿未来感傷、そんなに可愛くすれないから、
スケキヨの皆さんありがとうございました。